新思考、新思考、新思考は中国の侵害革命による中華民国成立後に長次達罪が中心となって約100人余りの学者が編纂した24史を継ぐ新朝一代の未抵抗の記伝体歴史書25史、26史と称する場合には同書が数えられるここでは新思考をもとに中華民国の国民政府によって編纂された新史 および、中華人民共和国が、全く新しく編纂を進めているについても合わせて、解説する。中華民国、北洋軍閥国務院は、先例にのっとり新士官を設立し、24市に続く、新代の歴史書を残す、要、遠征外大総統に意見書を出した。新外革命後に成立した中華民国は、共和制の国家であり、長く続いた。 新王朝が前王朝の生死を編纂する形式を取ってきたことを考えれば、最後の王朝となった清の生死は編纂すべきかどうかが問題取れた。だが1914年3月9日、遠征外は自らの皇帝即位への思惑を含めて、新主観設立の布告を出した。新朝の維新である長治辰美を官庁に任命し、下唱士のが編纂主任となり、 9月1日に正式に開館し、紳士の編纂を開始した。約100人余りが編纂に参加した。編集方針は、議論があったが、紳士を、旧来の史書の最後と位置づけ、皇帝なき時代の歴史書は、その時になって、おのずから別に議論されるはずだから、紳士は、民史の形式を踏襲すべきという主張が大勢を、占めた。だが財政難と、 遠征外死後の政治の混乱から、編纂作業は遅れ、1920年に初行が完成したものの、編集が一時中断された後に1926年から修正開始、翌1927年にほぼ脱行した。長次辰美は、法典の調査人らの協力を得て、翌28年に出版をするが、発行直前に、 生じた罪が病死すると、その後の方針をめぐって、新士官が内紛状態に陥り、さらに追い打ちをかけるように、蒋介石率いる国民性北伐軍が新士官のある北京を占領した。国民政府は、新士官が中国国民党を俗として扱っていること、侵害革命後に及んだ記事についても、戦闘の言語を用いていること、例えば新士官が、 設置沙汰西暦1914年は、中華民国では、民国3年であるべきところを、戦闘6年と記されていた。革命後も、新朝復興と戦闘帝福井を画策していた、長君や皇吁の列伝が建てられていたことに対して、強く反発し、このため、国民政府では、新志向の出版禁止命令が出された。だが、先の内紛の際に外部に持ち出された版があって、 これらをもとにして、金量が満州において肯定したものが、国民政府の実行支配が及ばない、満州国、新朝最後の肯定であった、戦闘帝こと不儀が、スメラとして即位していたや日本軍占領地域で、刊行され続けた。一般的には、最初に出版されて、国民政府に没収された版を、館内本、満州で肯定されたものを、館外本と呼ばれている。なお、 現在の中華人民共和国においては、封建主義的な執筆姿勢に対しては、批判的であるものの、新朝一代を対象とした、まとった、政治形式の歴史書として、新思考に代わりとなるものが存在しない目に、新思考を他の静止同様に出版することが認められており、現在は中華諸局から発行されている、台湾国民政府が同政権を正当視する、 新史を観光したことに対抗して、従来の新史校に生死順次立ち位を与えることを黙認している側面もあると考えられる。なお、現在の台湾では国史館が校中を行った新史校校中が交換されている。台湾ではこれを足掛かりにさらなる改定を行った新新史を観光する計画だったが、こちらは実現せずに終わった再改定の試みと挫折参照。 全書536巻、本儀25巻、志142巻、表53巻、列伝316巻からなる。清大祖の女8が建国即位した1616 16年から、新外革命で、新朝の幕が下りる1911年までの合計296年に、及ぶ歴史が記されている。足し、考え本は一部の巻の削除。 追加が行われて529巻に再編されている。特徴的な面として、国公私日本や欧米など作法体制外の国々との関係を記すや、交通士、鉄道、郵便などの交通通信について記すが設けられている。編纂時の社会的混乱から落ち着いた編纂ができずにずさんな部分がある一方で、 革命後も資金状などに残された行政資料などの貴重な内部資料からの引用、揉まれており、評価が分かれている。館内本を没収して、その出版を禁じた国民政府であったが、館外本の存在と日本との戦争によって、その命令が有名無実と化したために、国民政府の手によって真士を編纂すべきであるという声上がった。だが、国境内戦で敗北した、 国民政府は台湾に逃れるなどの混乱があり、政治編産計画は進まなかった。そこで国民政府は侵害革命50周年にあたる1961年を目途に国防研究院に政治編産業、関内本の改定を命じた。中国大陸の政党政権であることのアピールとしても必要な編産と認識された。1960年9月、 長そのはか、報告むらによって、改定に着手した。新種編参院会は長そのはかを主任委員とし、総勢23名の陣容であった。当初予定通りの1961年に、刊行された。前書550巻、本二25巻、志136巻、表53巻、列伝315巻、補い編21巻からなる。 政治編纂と称するが、実質は、新思考館内本の改定である。ただし、従来の政治執筆と同様に、侵害革命や中国国民党、イコール、当時の国民政府を否定する記事の削除、書き換えが行われている。また、明らかな事実関係の誤り、誤植なども訂正されたが、改定期間の短さもあり、訂正の多くは、年表部分に止まった。 補い編には、南秋則、五冠、南明政権を扱う、明維新列伝、二冠、清に抵抗した、明の旧臣たちを扱う、帝政公再起、二冠、台湾の停止政権を扱う。これには、台湾に追われた、国民政府と重ね合わせたものか、甲州前はじめき二冠、太平天国を扱う、革命党、列伝、八冠、新朝の弾圧と戦った。 革命家たちを扱うの各官が立てられて、成長に対する抵抗の上に、侵害革命を成し遂げたとする中国国民党の歴史観を反映したものとな、いる。中華民国では、改定への肯定的な評価はあったが、不十分とする批判も多かった。長その遥は、批判に自覚的で、民国版、新史の序文で、新史学の体裁と風格によって、 新一代の文献を網羅し、理想の新進士を完成させることが、後世の著述化への大きな期待であると述べた。1978年より、改めて、新思考の講習が行われ、1987年、新思考講習として書籍化された。こうして、新思考の問題点を洗い出した上で、国史館は1990年より再度、新進士の編纂に着手したが、 完成させることはできなかった。これは、台湾としてのアイデンティティに関心が移った結果、台湾史に力点が置かれるようになったためである。新進史は本義など一部は出来上がっており、本義はウェブで閲覧することができる。一方、大陸側の中華人民共和国では同章を、執筆書の意図をさらにねじ曲げたものであるとして、その存在を無視している。中華人民共和国は、 中華民国、台湾に対する政党政権を主張する一環として、新種の返産を兼ねてより計画していた。文化大革命の混乱などで三度棚上げになったが、その後四度目にして、返産に着手した。2002年、台一を主任とした国家新種返産委員会を立ち上げ、2003年、10年以外の完成を目指すと表明した。返産は新世紀。 21世紀の一大国家プロジェクトと位置づけられており、経費はすべて政府の出資となる。従来の政治と違い、共産党政権の基本理念であるマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、党商平理論、三個代表重要思想に基づく、編纂となる。2004年に2013年の完成を予定とする計画が、改めて発表され、目録も公開された。 主任のタイイツによると、2012年中に95%が完成したが、新資料発見が相次ぎ、また内容に万全を期すため、決定校は2015年の完成になる見込みだという。2013年12月17日、中国人民大学の式典で、新資諸校が完成したことが発表された。しかし完成は、やはり3年後、2016年になるという。 2016年1月1日には人民日報で改めて諸行の完成が報じられた。しかし刊行は遅れており、2017年には上級機関への引き渡し予定を2018年とした。また国家新種編纂委員会は新種編纂の過程で収集した資料なども単行本化している。当初予定では全書92巻。 皇帝の伝記である本義の代わりに、変年体の通気八巻を設ける。志差三十九巻、列伝二十二巻、表二十九巻、聖史で初めて設けられる図録十巻。図録には、肖像や写真なども収録される。約三千八十人が立伝され、時数は三千万字以上になるという。2013年十二月には、全書百巻になると報じられている。また、 生死では初めて現代白は交語文となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。